こんにちは、カノです、今日もですね、オリジナルタオルを作ろうとしているあなたに向けたワンポイントアドバイス、これをですね、させていただきたいと思います。で、今回はですね、シュス織りって言われるものなんですね。ちょっとね、言葉的には馴染みのない言葉なんですけども、この、動画の下にあります説明のところからリンク貼ってますのでね、ちょっとそれを見ていただいたらいいんでしょうけども、あのタオルのですね、ここの部分ですね、ここの横に横棒がこう入ってますね。横棒がこう入るんですけども、この横棒の入ったところが色変わって、そこに名前が入ってるっていうタオルですね。ちょっと特殊なタオルなんですけども、あの結構ね、見栄えがよくって、刺繍みたいな形で売られてるんですよね。なので非常に高級感のある形になります。で、ただやっぱりね、納期がかかっちゃうんですね。で、普通の一般的な食器ではなかなか折れなくって、ジャガードの食器で、横糸を入れながら売ったりするんですけども、大体ですね、どうでしょうね、納期的には大体30日から40日ぐらいかかっちゃうんですね。で、ロットもですね、大体360枚以上っていうのが経済ロットになってきます。で、それ以下でもできないことないんですけども、やっぱりその分の工賃での支払わなくちゃいけないっていうことが出てきますので、やっぱり無駄になりますね。だからそういうことで、やっぱり360枚以上を作るということであれば、全然問題なくできます。ただあのね、一度初めには型を作らないかんですね、ジャガードの型を作っちゃうっていうことがありますので、ちょっとこの型がね、まあ、1回使えば電子ジャガードなんで、何でも持つんですけども、ちょっと初めちょっとその辺の費用がかかってくるのを注意せないかんですね。それでは、もっとこれでも分からないところがありましたらですね、またこの後の動画にありますフリーダイヤルか、あるいは缶乗り物で、検索していただいて入ってみてください。たくさん説明させていただいてますので見てください。どうぞよろしくお願いいたします。